社長、はい、今回なんですけども高い服と安い服って何が違うのかなってのはちょっと疑問になりまして、今回ちょっと高い服と安い服用意しました。ぶっちゃけそんな変わんないように見えるんですよ、はい、あー、わかりますわかります。側だけ見るとってことですよね。そうですね、もうポケットもしっかりあって、まあ、見た目もそんなに変わんないみたいな。見た目でよくわかんないと、なんで安いのか、これを解説していきたいと。はい、今回3本のパンツを用意しております。こちら島村さん1790円、はい、安いです。こちらユニクロさん3990円、はい、こちらワフの自社ブランド37800円です。全然違うんです。これで何が違うのか、まず一つ人件費でございます。おー、これを僕を占めるのが人件費だと思います。いや、ぶっちゃけ変わんないように見えますけどね。もうね、僕たちから見るとだよ、はい、作り全然違うんです。別にポケット一緒じゃないですか。ポケットはございますよ。こっちもポケットございます。で、後ろにもポケットございます。はい、このポケットでさえ違うんです。何が違うんですか。これはスラックスとかにあるこういうポケット、これ切ってね、ポケットにしてるんですよ。一手間あるんですよ、切るから。こういうポケットは貼り付けるだけ。これとこれのポケット、こっちは5倍ぐらいかかるんです。そんな違うんですね。もうもっとかかるかもしれない。そのぐらい差が出てきちゃうと、そこでまず乾燥するよね。その上でファスナーボタン、はい、こちらファスナーないわ。開かないんですか。開かないです。これもボタンも開かないです。くっついてるだけです。何のボタンですかそれ。ここにボタンがあるよ、風の風のやつですね。このあたりでも結構時間を短縮できます。で、ここにあとゴムを入れます。で、このままスポッと履けないとこれファスナーで開かないですから。ここそうですよ、調節できないですもんね。こういうので簡素化していくと。うん、さらにはこことこう比べるとね、縫いのピッチが全然違うの分かります。こっちが粗いんですよ。あー、ちょっと見えやすいですね。見えやすいですよね。はい、こっちがまだ細かいですよね。これはだいぶ違いますよ。これね、縫いのピッチっていうのはちょんとミシンを踏んでどのぐらい進むかなんですよ。これが多く進んだ方が早いわけ。へえ、うん、だから粗くしてるわけ。これをした上でこれを作る。で、人件費の安いところで作る。1790円が実現するんだ。ああ、そういうことですね。そういうこと。でもこれもかなり厳しいよ、これ。日本でやったら作れない価格だからね。それが安い服っていうのはそういうのがちゃんとされてるよと。でもね、ユニクロはちょっと別格なんですよ。何ですか。安い服といえどしっかり作ってやる。うん、そうですもん。ユニクロ十分ですもん。十分だよね。はい。この3990円のクオリティじゃないってところ。島村さんはこれでも厳しいけど、日本で作るんだったら絶対無理だけど、海外のこれカンボジア製なんですよ。あ、そうなんですね。うん、カンボジアっていうと、まあ平均月収が3万円ぐらい。これで作るとなると、まあこのあたりかなと。品質的なものも含めて。はい。こちらベトナム製でユニクロさん作ってます。その上でこのクオリティ高いと、ファスナーちゃんとついてる、手を抜いてない、これでこの値段かっていうのはちょっと僕たちは真似できないし、もっとつけてもいいんじゃないかと思ってる。あ、そうなんですね。妥当じゃないですね。妥当じゃない。それがでも作ってる方々に払われてるんだったら OK だと思うよ。それは成立してますからね。その工賃と人件費ペイできてるなら OK だと思いますけど、はい、これはまあ本当困ってる。ここまでいっちゃったらもう僕たち立場がないって、まあ、立ち打ちできないですね。立ち打ちできない。これやっぱりね、大手がなせる技でございまして、島村とユニクロアパレルで売上高1位2位です。1位2位ですよ、この方たちがやってるのは流通コストとか製造コストをいかに下げて大量に売るかで、安い服と高い服の違い、そもそもここにはそんなに存在してない。あ、そうなんですね、うん、でも僕たち個人が作るとどうしたって高くなりますよね。これ37800円、ユニクロの10倍ですよ。10倍ですよね。これあのいわゆるカーゴパンツなんです。後ろもポケットがついて、で、ここ後ろはゴムになっている、はい、これとこれのちょっと中間みたいな感じですかね。このポケットだし、ここも空き店になってるし、開いてないですね。うん、これボタンはない。で、これで全然値段違うじゃん。有名ブランドさんもそうだけど、国内で作るとなるとどうしたって値段上がっちゃうね。人件費の差すごい出るから、ダイレクトに出るからね。そうですね、1時間あたりの単価がね、はい、絶対立ち打ちできない。だから高くなる。でもこれ同じものもし作ったとしてだよ、このチノパンをじゃあうちも作るし島村さんも作るし、じゃあやろう一斉にドンとなった場合、多分うちが一番高い。ああ、国内作ってるから。国内作る。でも同じものが出来上がるんだ。だからどっちが嬉しいってところだよね。まあそれは安い方ですよね。そうだね、安くと同じだったらいいよね、側は。でも片やもしかしたら簡素化されてる部分があったりとか、縫いピッチがすごく荒くて早く縫ってるかもしれないし、そこで差が出てくると思うよ。はい、その差っていうのはね、もう海外で作るか国内で作るかだけな差ですよ。それだけでそんな変わっちゃうんだ。変わっちゃうんだ。作る場所によって全然値段変わると。これをどうやってじゃあ売っていくか、値段が違うもの、片や1790円で買える、片や37800円で同じものを買えたとして、はい、その37800円どう付加価値をつけていくかしかもうないんだよね。安いのと高いの違いはって言われたら、ざっくり言うけどもう人件費、生地とかじゃないんですね。生地はもうわずかなんです。この生地ってめちゃめちゃ高い生地使っています。このパンツ作るのに生地だけで1着分7000円台売ってますよ。でここはやっぱりさ、三倉さんとか島村さんはもう何万メーターで生地買いますから、
相当安くなるってことですか。でなおかつうちの場合はリネンですよね。リネンですね。特殊なリネンなんですよこれ。そういうのも使ったりして、まあ、値段が入っちゃうけどやっぱ他のものと差別化が分かってくる。僕たちちっちゃな事業者はそうやっていくしかないと思うんですよ。値段の違いっていうのはもう差別化を図ったり、そこに人の人件費がかかったり、もうそれ以外ないんですね。ってことですね、うん、そこをどうやって削るかってなって、ブラックな企業が生まれたら意味ないでしょ。ああそうですね。最低賃金以下で働かすとかなったら意味ないわけで、ここはしっかりやるとなればやっぱ値段は上がってくる。まあ作り手で言ったら好きなものを作れればいいやっていう目線があるんですけど、もうそうはいかないってことですね。確かにそうなんだよね、うん、好きなものを作ればいいっていうのと商売のためにこれを作るっていうのと2つあると思うんですよ。前者の方は好きなものだけ作ってるの、いわゆる作家さんとか画家とかクリエイターの方、好きなものを作りたい、それがお金になったら最高だなっていうと、それは自分の思いがあって先作るじゃないですか。そうですね。その後プロモーションとかに行くわけで、商売になるとそれ逆なんですよ。お先にこれいくらになるかなって言って作る。多分そのここの2つはもう商売ですから、僕たちクリエイターが多いでしょ、思考が。そうですね、うん、だからこういうのを作ってみたいから始めて、はい、後からプロモーションするんですよ。あちょっとやり方も逆なんですよ。そうですね。いいものを作ったからどうやって売るかっていう、そこも違いになってくると思うんですよ。はい。で価格の差っていうのは考え方によるけど、例えば分かりやすいところで言うと、ゴッホとかの絵あるでしょ、すごい高いじゃん。でもあれってさ、その金額になるのって付加価値でしょ。そうですね。ゴッホが描いたっていう付加価値だよね。はい。そこを僕たちは見直さなきゃいけないんじゃないかっていうこと、価値として意味のあるものになってくる、高い服と安い服の大きな違いになってくるんじゃないかなと。だって島村とかユニクロとかって誰が作ってるか分かんないっていう、あ、そうですね、あれがあるね。誰が作ってるかは分からない、どこで作ってるか見なきゃ分からない。カンボジアだったりベトナムだったりミャンマーだったりしてましたよね。そこには、まあ、価値というものはあまり感じていないと思うんですよ皆さん。僕たち日本で作る事業者が作るんであれば、そこに価値や意味を見出していただくような売り方だったり提案の仕方をしていかないといけない。はい。それがお金になってくるという考え方ですね。まあ、そこのコミュニケーションを大事にした方がいいってことですね。あ、コミュニケーションももちろん大事です。そうやって価値をつけてくる。うん。これ3万7800円しますが、おかげさまで結構売れています。本当にありがたいことなんです。これって多分ユニクロに3万7800円のパンツがあっても、まあ、売れるかもしれない。ユニクロだったら確かに売れるかもしれない売れるかもしれないけど、あれちょっと違うじゃんってなるじゃないですか。そうですね。3990円でしょ俺たちはと、やってくれてんなってなるじゃないですか。そこには意味とか価値とかつけていくと思うんですけど、僕たちがやんなきゃならないのは特にそこってこと。そうですね。そうしないとその価格差ってなんだろうっけってなる。そうですね。なんか和風を見てるとそういうコミュニケーション大事にしてるなっていうのは分かります。おお、めちゃくちゃでよく分かりますね。分かりますよありがとうございます。安い服と高い服の違いっていうのは、いわゆるその人件費っていうのはもちろん大きな部分を占めてるんだけど、はい、打ち出し方も違うからっていう。ああそうですね、うん、商品として出すのか、僕たちだったら作品として出すのか、価値を変えるとですね、意味のあるものに変えていく、価値高くなっていくんだよっていうと、はい、まあ、それとのちょっとお伝えできればよかったかなと。そうですね、うん、さっきもブランドさんがね来ててお話ししてたんだけど、そこもやっぱちっちゃなカバンのブランドをやってるんですけど、そこでどうやって価値を出していくか。島村でカバン買ったらそれはもしかしたら2000円かもしれない、でも自分たちが作ったら3万円になっちゃう。それは今日のお話に通じてくると思いますので。そうですね、はい、まあ、僕らもねちっちゃな、まあ、事業者ですけど、これからねこの中身の部分どうやって価値を上げていくんだとか、意味のあるものをしていくんだっていうのを発信していきますので、よろしければためになったという方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。